最低指導になった時に崩して外に向かってやや突っ張られて、上げてはいけない、寄ってきます。寄って下から支点は動かさないですから、下から入って指のないところちゃんと肘が出るようにしてます。であとは楽園中段を入れてただ楽園だとそういう風に来てもうしてますから、もう入るしかないんです。それであとダウン受けするか、開けといてパッとやるのか、やるのか。こっちには抜いた手でやろうって言っても早いですよね。だからどうしてもそれでこう上受けか外受け、ね、で相手が来た時にまずはダウン受けする。